はい、こんにちは、ケイです。今日もですね、トリクルです。それで今日はシロップ村の3話ですね、やっていきたいと思います。早速ですね、もう行ってみましょう。はい、フレンドさん、ゾロ先生にじゃあまたなんか今回、レンチャンでゾロ先生かもしれないですね。まあ、ゾロ先生強いんでお願いしまーす。ということで、なんだなんだなんだ、どうしたの、そこ行かねえのかと。ルフィ船欲しいからねまあまあまあね。お、なんだなんだ、出て出てた、隠れてますよ。おおおお、暗殺？なるほどね。カヤだ、カヤ、カヤお嬢さんだ、カヤ。はいはいはい。なんだに？寝ないことだと。やばいやばい。いきなり行っちゃうっていう。ルフィ、いきなり行っちゃうの？あれ、こんな内容でした？原作もこんな内容なんですか？すげえ前だからもう。ちょうろ覚えしたんでちょっとわかんない。ちょっとまた見ますね。すいません。ということで、戦闘はちょっとあのもう余裕です。戦闘は余裕です。原作の内容がちょっと理解できなくて、あの今めっちゃ悩んでるっていう。ちょっと漫画読まなきゃいけないですね、またね。すぐ忘れっからさ、やっぱり、ワンピースと面白いんだけど、やっぱ内容がすごい深いというかね、すごい難しいなって思うんですよ。バカだから、マジバカだからね、あれないかもしれないですけど。やっぱりね、ワンピースでも面白いですよね、内容ね。先が気になっちゃって今、もうしょうがないっていう。ということでね、もうどん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 倒せますよ、これ。サク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 倒せます。はい、あ。もうボスですよ。誰が出てくるのかな？なんだよ、さっきのやつじゃねえじゃん。なんだよ、この、ちょんまげおじさんじゃないかよ。なんだ、黒じゃねえのか。まあまあまあ。はい。余裕っす。あざっす。はい。クリアいたしました。はい。ということで、やりましたね。3面もクリアですよ。3話もクリアですね。はい、はい、はい。おやった、またフレンド。どんどん追加できるな。いいですね。順調っすね。はい。ということでですね、3話ですね、クリアいたしましたと。次回は4話ですね、ジャンゴさん出てくるのかな、やっていきたいと思います。はい。いいですね。本日もですね、動画を見ていただきまして、ありがとうございました。次回もですね、お楽しみいただければと思います。それでは本日も失礼いたします。